はい、イージーです。ということで、データで総括6月のヤクルトということで、まあ、ヤクルトスワローズ6月の成績を投打でちょっと振り返っていきたいかなというふうに思います。まずは、ヤクルト打線の方から紹介していきます。まずは好調なバッターからですね。まあ、6月好調、まあ、かなりの選手が好調でして、まあ、例えば村上選手、まあ、打率が2割6分と結構低くて、出塁率もね、4割出塁率のない村上選手は不調と言っても過言ではない気もするんですけど、まあ、一応ホームラン月間で10本は結構打ってて、まあ、OPS も 1.052。まあ、そもそも不調で OPS が1超えてるっていうのがちょっと意味わかんないんですけど、まあ、さすがにちょっと村上選手基準で言えばそんなに好調でもない気もするような6月だったわけなんですが、まあ、一応 OPS しっかり1超えてるので好調という枠に入れています。まあ、そもそも安打数が20でそのうちの半分がホームランでしてね、まあ、これが不調なわけないんですけど、まあ、そして山田選手も村上選手に次ぐホームラン9本も打っていて、打率も3割1分と、で、OPS も9割9分7厘、ほぼ1ですね。で、青木選手もまあ6月終盤ぐらいは割と調子を落としちゃったんですけど、まあ、交流戦特に結構打ってて、まあ、5月はかなり不調だったんですが、6月はまあ通算でも3割1分7厘で、ホームランも3本。これが青木選手の今シーズン通算ホームランと一緒ですね。そして現在チーム首位打者の中村選手は6月55打数17安打で3割9厘、出塁率も3割7分1厘でしっかり役目を果たしています。まあ、そして本人比で一番好調だったと言えるのがこの本山選手ですね。まあ、57打数18安打で3割1分6厘、月間でも3割打率が乗って、しかもフォアボールが7個、まあ、8番バッターということもまあちょっと影響はしていると思うんですけど、まあ、結構フォアボール選んでしっかり出塁率も3割8分5厘とかなり活躍してます。まあ、長打がね、このうち18安打中17安打がシングルヒットだったので、まあ、そんな長打率は高くなくて OPS で見てもそんななんですけど、まあ、8番バッターとしてはかなり上出来の成績を残しています。そして川端選手、内川選手、宮本選手といった主に代打を主戦場としているこの3選手もかなり好調で、もう川端選手はもう5割ぐらい打って当たり前みたいな、今シーズンはそんな感じですし、まあ、内川選手もコロナで離脱期間があったり、またその後上半身のコンディション不良なので、まあ、5月ぐらいは結構不調だったんですが、まあ、今月は12打数4安打3割3分3厘と、まあ、代打でしっかり成績を残しています。まあ、しかも結構凡退する時の内容もだいぶ良くって、まあ、だいぶ粘ってっていうバッティングができてると思うので、もちろん12打数4安打っていう、まあ、この成績以上に結構見てて、だいぶ好調なんだなっていうことがすごく伺えます。まあ、そして宮本選手も、まあ、それこそ7月1日、昨日の阪神戦でスアレス投手から、まあ、勝利打点を上げて、まあ、活躍したわけなんですが、まあ、6月もしっかりバッティングで結果を残しました。18打数5安打で2割7分8厘、まあ、そしてこの少ない打席数でフォアボールを5個も選んでいることから、出塁率が4割3分5厘、めちゃくちゃ高くなってます。この川端選手、内川選手といった元首位打者の代打に加えて、まあ、この宮本選手もね、かなり代打として存在感を放っていますね。まあ、続いて主なスタメンバッターで6月不調だった3人が塩見選手、オスナ選手、サンタナ選手ですね。まあ、塩見選手は交流戦でめちゃくちゃ打ってて、まあ、一時期ね、今月の序盤ぐらいは首位打者、セリーグ首位打者ってところまで、まあ、上り詰めたわけなんですが、まあ、そこからもう急激に下がってしまって、まあ、終わってみれば91打数19安打、打率が2割9厘でホームランも2本、 OPS が6割3分3厘、まあ、フォアボールは結構多くて打率より1割出塁率の方が上なんですが、まあ、5月までの好調を維持することはできませんでした。まあ、ただ、しっかりフォアボールを選んでいることに加えて、打率こそ低いんですけど、まあ、一応1試合に1本ヒットは打つっていう展開がかなり続いていたので、まあ、その一応この2割9厘っていう見栄えほどチームに貢献してなくはないと思うんですよね。まあ、1番バッターとして最低限の結果を残したんですけど、やっぱ打率がね、全然物足りないので、まあ、7月は早速7月1日マルチ安打打ちましたけど、6月の不調を引きずらずに、まあ、ぜひ7月はちょっと残り2週間、しっかり打率残してほしいなと思います。で、オスナ選手、サンタナ選手についてなんですが、まずオスナ選手はこのフォアボールが6月0だったんですよね。で、打率も93打数23安打で2割4分7厘、そんな高いわけでもないことから、まあ、そのまま出塁率が2割4分7厘ですし、まあ、一応ホームラン3本打ってるものの、まあ、特に交流戦は6月上旬ですね。この時にほぼシングルヒットしか出ないみたいな状況があったことから、長打率もまあ思ったより伸びず3割7分6厘で、まあ、結果として OPS6 割2分4厘、これだいぶ低いんですよね。まあ、とはいっても6月中盤から終盤にかけてはいいとこでね、スリーランホームランとか打ってて、まあ、勝利に貢献してたんで、まあ、この数字よりは一応勝利に貢献はできているんですが、まあ、終わってみれば数字が微妙やったんで、まあ、なんとか5番に座る選手が OPS6 割台っていうのは正直あってはならないと思うので、まあ、ぜひね、今後もちょっと調子を戻してほしいなと思います。で、サンタナ選手に関してなんですが、まあ、一応71打数21安打、打率が2割
割9分6厘と、まあ、打率こそ残っていて、まあ、フォアボールも四死球も13個選んでることから出塁率が4割5厘、まあ、この点はすごくいいんですけど、まあ、とにかくホームラン長打が出なかったですね。ホームランも0本だし、まあ、そもそも長打率に関してもオスナ選手よりも低い3割5分2厘となっているので、まあ、長距離砲として期待されているサンタナ選手なので、このここまで長打が出ないってのはちょっと何とも言えないので、てか最近サンタナ選手ガチで打球が上がっていないように感じて、まあ、それこそヒッ、まあ、打つヒット、打つヒット、割と三遊間でゴロで抜ける打球が結構イメージとしては多いんですよね。まあ、あと、外スラを追っかけて、まあ、サードゴロ、ショートゴロとかになっちゃうみたいな、その辺のなんか、三遊間近くでゴロ系の打球が多いように感じる。まあ、それこそ、阪神戦2試合目の、6月最終戦かな、6月30日の試合では、一応外野の、頭を抜ける、まあ、前進守備だったんですけど、外野の頭を抜けるヒットこそ打ってたんですが、割と全体を通して、その三遊間のゴロ系の打球がすごくイメージとしては多いので、やっぱ打球が全然上がってないんじゃないかなと思います。まあ、ただ一応4月5月だけでホームランを5本打っていますし、まあ、今月ね、何かしらの理由でその打球が上がらなかったからホームラン出なかったということをちょっと信じたいので、まあ、ぜひ7月残り、もしくは後半戦からまたホームランを量産してほしいなというふうに思います。で、続きまして、控え選手の中で調子が悪かった選手3名紹介していきたいと思います。まずは西浦選手ですね。19打数2安打で打率が1割5厘。フォアボールも3個で、まあ、オーペースが3割3分3厘と、まあ、つい最近抹消されてしまいましたが、まあ、おそらく、まあ、不調であるということに加えて、元山選手かなり調子がいいということで、まあ、抹消されてしまったと思うんですが、まあ、ショートをしっかり1軍レベルで守れる選手ということで、まあ、後半戦にかけてね、しっかり復調していかなければいけない選手だと思ってるので、まあ、この抹消期間、まあ、おそらく前半戦出番があるかどうかってところだと思うんですけど、まあ、後半戦にかけて、ぜひ調子を戻して、また元山選手がね、絶対調子を落とす時期も出てくると思うので、まあ、そういう時期をカバーできるように、まあ、今はねしっかり2軍で調整してほしいなというふうに思います。まあ、そして山崎選手なんですが、今月は15打数無安打、ヒットが1本も出なかったんですよね。でフォアボールが1個とバントが1個なので、まあ、今月17打席もらって1本もヒットが出なかったということになってます。まあ、山崎選手も割と不調に入ると長い系のバッターですし、まあ、それこそ6月は坂口選手が2軍の方で3割後半ぐらい打ってるので、まあ、実はそろそろ山崎選手と坂口選手の交代があるんじゃないかなというふうにすら僕はちょっと予想はしてるんですけど、まあ、やっぱりね、今シーズンもそして去年もしっかり体調さえ良ければ、調子さえ良ければ、まあ、かなりヒットを量産できるバッターだということは分かってるので、まあ、ちょっと7月はどうか分かんないですけど、またこの、まあ、前半戦後半戦の休み期間に、まあ、しっかりバッティングの調子整えて、で、また8月の後半戦からのね、ところで、またスタートダッシュというか、また改めてちょっとスタートダッシュを切り直してほしいなというふうに思うんですが、まあ、そして、まあ、第2捕手として、まあ、今、奥川投手であったり、高橋奎二投手、また若手ピッチャー、まあ、最近はスアレス投手を組んでますけど、古賀選手、まあ、今月一応バッティングでは19打数2安打1割5厘と、まあ、全然成績が残りませんでした。まあ、それこそ奥川投手とか高橋奎二投手とかは特にこのバッテリーでしっかり結果が出てるので、まあ、中村選手の休養も兼ねておそらく出場機会はあるとは思うんですけど、まあ、ここもまた最近2軍で松本直樹選手がバッティング好調なので、まあ、あまりにも打てないようであれば、そしてまたバッテリーとしてうまくいかないようなことがあれば、まあ、古賀選手も松本選手と取って代わられてしまう可能性もね、まあ、出てくる可能性も十分にあると思うので、まあ、最低限なんか毎試合スタメンで出たらヒット1本ぐらいは打ってほしいですね。まあ、それが4月ぐらいはできてたので、まあ、なんとか1日1本はスタメンで出たらヒット打ってほしいなというふうに思います。で、まあここまで主なヤクルトの選手のバッティング成績紹介していったわけなんですが、まあ、正直思ったよりなんか悪くないなというふうに思った方が多いんじゃないでしょうか。まあ、結構好調な選手も多かったですし、まあ、成績的にもだいぶ残っているはずだったんですが、正直なんかイメージ的にはそんな得点につながらなかったなっていう、なんかこんな成績いい割には全然得点につながらなかったんじゃないかというイメージをお持ちの方も多いんじゃないかなというふうに思います。まあ、実際このチームの打率、ホームラン、出塁率、得点というところをこのセリーグ6球団で比べてみても、まあ、打率はセリーグ3位、ホームランはセリーグ2位、出塁率はセリーグ2位っていう感じで、この打率、ホームラン、出塁率ってところは結構上位には今月も位置していたんですが、この得点というところで見るとセリーグ4位なんですよね。まあ、打率、ホームラン、出塁率、まあ、この3部門で、まあ、セリーグ6球団と比べても上位だったのにもかかわらず、この得点というところでは4位に留まってしまった理由として、まあ、こちらの得点圏打率が上げられるんじゃないかなというふうに思います。やっぱり見てて、なかなかこの得点圏で1本が出なかったっていうのがね、特に6月の終盤、この巨人阪神戦もとそうですけど、終盤特に本当にあと1本が出ないっていう状況がなかなか続いたと思うんですが、この6月のチームの得点圏打率が1割9分7厘で、もうダントツ最下位なんですよね。それこそ巨人とか横浜とかの3割超えっていうのは、まあちょっと上振れてる気もするんですけど、さすがに得点圏1割9分7厘に2割切ってるっていうのはさすがに低すぎですよね。まあここはこのあと1本出なかったの要因として、まあしっかりデータにも現れています。まあちなみにこちらが主なヤクルトの選手の6月得点圏打率ランキングですね。ちょっとこれミスがあるんですが、これ元山
選手22打数9安打4割9厘となっているんですが、新しくは17打数6安打3割5分3厘、すいません、ちょっとなんでこれ間違えたかちょっとよく、まあ、ごめんなさい、わかんないですけど、まあそれでも元山選手が一応今月は得点圏打率が一番高い結果となってて、17打数6安打3割5分3厘、まあそして中村選手が直球の3で3割3分3厘で、オスナ選手が16打数5安打3割1分3厘、しかもこのうちの2安打は3ランホームラン、勝ち越し3ランホームランなので、まあこの3選手はしっかりいいところでも打ってくれたなっていうところはあるんですが、まあ、青木選手、村上選手、塩見選手、三谷選手、山田選手、川端選手、まあ、この辺がね、得点圏だとなかなかヒットが出なかったっていうのがありますね。まあ、川端選手はこれ、まあ、ランナー一塁の時にホームラン打ったりで、まあ、なんか得点圏打率は関係ないところでしっかり活躍はしてるんであれなんですけど、まあ、特にこのスタメンの選手がなかなか得点圏でヒットが出なかった、まあ、山田選手に関しては26打数3安打で1割1分5厘とめちゃくちゃ低いんで、であと塩見選手も割と得点圏通算だと今3割2分くらいかな、3割2分3割1分くらいの通算のやつで、確か先月5月ぐらいが4割超えだったんですけど、今月はマジで全然得点圏でヒットが出なくて、まあとにかくこの中軸の選手でなかなか1本が出なかったっていうのが、まあこのヤクルトの、まあこの見かけの成績よりもこの得点が少なかった、まあ、なかなかいいとこで点が出なくて勝てなかった、まあという要因となっているんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで続いてはピッチャーの方ですね。まずは先発から見ていきます。まあこちらが6月、まあ、全試合の先発の結果、まあそしてこれ勝ち負けですね。あの先発ピッチャーに勝ちがついているついていないかかわらず、まあ、この試合に勝ったか、試合に勝ったら赤色、試合に負けたら青色っていう感じでやってるんですけど、まあ6月、まあなんだかんだこの6月25日からの巨人戦から、まあ、先発が大崩れしたのがやっぱ印象として悪いんですけど、まあ、こう今月一通りで見るとそんなに悪くなかったんですよね。まあ後で見せるんですけど、まあ、クオリティスタート率、まあ、6回以上投げて3失点以内に抑えるクオリティスタート、まあ、この確率が 43% くらいだったんですけど、まあ、これセリーグ他球団で見てもそんなに悪くない数字なんですよね。で、その先発がクオリティスタートできた試合っていうのは結構ほとんどの確率で勝ちを拾えていて、まあ、それこそ、まあ、クオリティスタートして試合に勝てなかったのが、この6月5日の小川投手の7回2失点と、まあ、6月30日高梨投手の6回1失点。まあ、これ以外はクオリティスタートした試合は全部拾ってます。まあ、特に6月11日から6月18日の4連勝、そして6月20日から6月24日の4連勝。まあ、この2回の4連勝連勝中でクオリティスタートできなかったのがこのサイスネル投手の 3.2 回5失点6月23日ですね。まあ、この1回だけだったので、やっぱりしっかりクオリティスタートする先発がしっかり結果を残せば今月は勝てていた。まあ、この2回の4連勝がそれをね、かなり裏付ける結果となってます。で、先発のリザルトを簡単にまとめたものがこちらとなるんですが、まあ、4回ローテをしっかり守ったのは小川投手、田口投手、石川投手、こちらの3人ですね。まあ、この中で一番安定したのはやっぱ石川投手ですね。まあ、炎上したのが1回だけ、残りの3回はしっかり試合を作って3連勝。まあ、この6月4日の5回1失点は雨天コールドだったので、もうちょっと高騰できたかなってのがあるので、まあ、逆に小川投手、田口投手あたりは、まあ、一応この4回中2回は高騰してるんですけど、まあ、そのうちの半分がね、まあ、炎上してしまってるので、まあ、4回しっかりローテを守ってくれたことはもちろん良かったんですけど、まあ、この2分の1の確率で炎上してしまってるっていうのがね、まあ、良くなかったですね。で、この6月、まあ、この3人に続いて先発回数が多かったのが3回でサイスニード投手なんですよね。まあ、その中でも一応3回中2回は5回3失点5回1失点と最低限試合を作ることができています。まあ、この梅野投手のディフレッシュマッショーであったり、また最近は高橋奎二投手、奥川投手、高梨投手の頑張り、そして原樹里投手がね、昨日2軍で完投したということから、割と先発枠に余裕がある、先発枠に余裕があって、まあその梅野投手、石山投手、近藤投手といったリリーフがなかなかいないことから、このサイズリードリリーフ論っていうのがね、ちょっと加速している気もするんですけど、まあ、一応なんだかんだ先発としてね、まあ、最低限活躍はしてくれてるんで、まあ、実際このリリーフにするかどうかっていうのはちょっと迷いところ。まあ、実際このサイズリード投手が、まあ、外国人投手の軸として先発回ってほしいっていう気持ちが強いので、なかなかちょっとリリーフにすぐ変えるってのはなんか勇気がいることだと思うんですが。で、ちょっとちらっと名前出しましたけど、まあ、高橋投手、奥川投手、高梨投手、この3人が、まあ、特に高橋奎二投手、奥川投手とかもそうなんですけど、高梨投手もね、6月30日最後に6回1失点しっかり好投してくれたんで、まあ、この小川投手、田口投手、石川投手に続く、まあ、ローテ枠として、まあ、4月は登板回数そんなにないですけど、まあ、それこそ奥川投手も1回終わって7回1失点好投してくれましたけど、まあ、後半戦からもね、まあ、この辺りの投手プラス原樹里投手あたりがね、ちょっと活躍してくれるかどうかがやっぱ先発ローテの鍵になってくると思うので、まあ、おそらくあと1回か2回ぐらいしか投げないと思いますが、前半戦、まあ、この調子を続けてほしいですね。まあ、最後に簡単に先発のリザルトを、まあ、ちょっと詳しい成績をちょっと紹介していくわけなんですが、まあ、やっぱ目を引くのは田口投手ですかね。まあ、田口投手が、まあ、一応ホームランはね22イニング
ング投げて0本だったんですけど、まあ、被打率がとにかく高い3割7分5厘、まあ、通算でも3割超えの被打率してるんで、まあ、あれなんですけど、特に今月はマジでめちゃくちゃ打たれた。まあ、予祝率が 1.64 低いのはあれなんですけど、まあ、とにかくもう本当にアンダーを打たれる打たれるで、まあ、炎上してしまったことが多くて、ウィップも 1.82 なんですよね。まあ、マジでこの被打率の高さが原因だと思うんですけど、まあ、逆にこんだけ被打率高くてホームラン予祝が打たれないってことは、指標的にはね、その運が悪いっていう風に捉えることもできるので、いやちょっとわかんないですけど、いやさすがに被打率が悪すぎるのはちょっと田口投手にもなんか非があるかもしれないんですけど、この非本塁打率、予祝率が低いということから、まあ一応まだ揺り戻しが来る可能性があるということで、まあ、今月はちょっと運が悪かったということにしておきたい、できれば。あと特筆すべきは一応石川投手ですね。まあとにかく失点のほとんどがホームランでした。非本塁打率が 2.08 なんですけど、この非本塁打率が2を上回ることって基本的にほぼないんですよ。非本塁打率って 1.5 あったら結構高いなぐらいな、まあそれこそ岡田投手の 1.33 ですら、まあそこそこ高いなっていう感じはするんですけど、とにかく 2.08 っていうのはマジで異次元。まあ、とにかく、まあ、ここぞのとこでコントロールミスで被弾をするっていうことがね、まあ、ちょっともったいないんで、まあ、他はね、結構被打率もそもそも2割3分5厘で抑えられてるんで、で、予祝率も 0.83、ほぼランナーだしね、ウィップも 0.97。ウィップってのは1イニングあたり何人のランナー出すかっていう指標なんですけど、めちゃくちゃこのランナー自体は出してないんで、まあ、とにかくこのホームランの多さだけがマジでもったいない。まあ、といった感じでしょうか。まあ、先発の詳しいデータに関しては、この毎日のまあ、データで見る明日の先発っていうコーナーでね、ちゃんと詳しく紹介してますので、まあ、ぜひそちらの方で、まあ、詳しくチェックしていただければなというふうに思います。はい、続いては中継ぎになりますね。まずは勝ちパターンと梅野投手について紹介していきます。まあ、マクガフ投手が、まあ、とにかくめちゃくちゃ良かった今月。まあ、この自責点4っていうのは、まあ、一応6月上旬の西武戦でホームランを3本食らってしまったことから、まあ、防御率的には 3.18 とちょっと高いんですけど、まあ、逆を言えばそれ以外はほぼ失点していないので、いやマジで圧倒的でした。奪三振率 14.29 ということからもわかるんですけど、まあ、ひたすら三振を奪いまくる。なんなら本当に毎試合2奪三振ぐらいちゃんと取ってる。まあ、特に6月中盤はめちゃくちゃエグすぎて、マクガフ投手超安定してたわけなんですけど、まあ、ウィップも 0.79。あの西武戦以外の登板はマジで完璧でした。で、清水投手も、まあ、一応非本塁打がね、10.1 イニングで4本ということでめちゃくちゃ多かった。このソロホームランをなんか毎試合のように献上するみたいな感じで、まあ、非本塁打 3.48。まあ、これ非本塁打率にする意味もまあないんですけど、まあ、とにかくね、ここぞの被弾が、まあ、そもそも去年からこの清水投手一発浴びる癖が結構あるんですけど、今月はとにかくそれが顕著に出すぎたので、さすがにちょっと運悪すぎたっていう、ちょっとそういう風に捉えておきたい。まあ、明らかにちょっとなんか本当に失投を投げてしまって、それをしっかりホームランバッターに捉えられるっていうことがね、今月マジで多かったので、投げてる球自体は、まあ、球威もコントロールもすごいいいと思うんですけど、この失投だけがマジでもったいないんで、まあ、これをいかに減らせるかが清水投手の課題ですね。まあ、そして最近は今野投手がめちゃくちゃ安定してます。まあ、6月だけでも9登板で8イニング、まあ、防御率0、自責は0だったんですが、まあ、一応現在18試合連続無失点を継続中です。まあ、これは先月からですね。まあ、今野投手の安定感がすごすぎるんで、まあ、それこそ8回は、まあ、清水投手なくても今野投手でもいいんじゃないかなっていうぐらい、まあ、よく言われてるんですけど、まあ、あとは、まあ、その清水投手が被弾が多いってことで、まあ、7回と8回で、まあ、下位打線の方に清水投手を当てて、この清水投手の一発癖をちょっとカバーする、まあ、そういうなんか使い方も面白いんじゃないかなっていうふうに割と言われてはいるんですけど、まあ、それぐらい今野投手がガチで安定してます。まあ、そしてかなりフューチャーして取り上げたいのが梅野投手ですね。まあ、6月は10登板で 7.1 イニング、自責は1で、防御率が 1.23、被打率が1割2分5厘で、予祝率も 2.46、フォアボール2つしか出してないんですよね。で、ウィップも 0.68 とめちゃくちゃ安定してました。で、梅野投手といえば火消し、火消しといえば梅野優吾という感じで、6月はとにかく火消しとして活躍しまくったわけなんですが、この梅野投手の登板状況、今月の登板状況は全てこちらとなっております。まあ、火消しとしてね、まあ、6月1日のこの無視満塁を完璧に無失点に切り抜けたっていうところから始まり、まあ、結局火消しとしては、まあ、結局10登板中5回は火消しとして登板して、全て完璧に抑えて勝利に貢献するっていうね、まあ、この梅野投手の貢献度がかなりでかかったと思います。まあ、この勝ちパターンが結構、まあ、清水投手はちょっとあれでしたけど、マクガフ投手、今野投手がかなり安定していたのに加えて、この梅野投手がしっかり火消しで、まあ、成功していたのが、まあ、今月6月なんとか貯金2を作って、まあ、追われた、まあ、その立役者の一人と言っても過言ではないと思います。まあ、一応梅野投手、まあ、昨日抹消されてしまったわけなんですが、まあ、一応コンディション不良ではなく、まあ、リフレッシュ抹消ということで、まあ、そもそもちょっと石山投手とか近藤投手とかがいなくて、まあ、だいぶリリーフきつい状況なんで、まあ、そんな余裕はない気もするんですけど、まあ、梅野投手に関してはかなり疲れが溜まっていたらしくて、まあ、そもそもいつか落とすつもりだったらしいんですよね。まあ、ここでまた梅野投手が重めの怪我して、まあ、前半後半戦
使えませんとかだったら、まあ、それこそ 痛すぎるんで、まあ、この梅野投手のここでの抹消っていうのは結構リスキーなことではあると思うんですけど、まあ、そのリスクを取ってまでも休ませたいということで、まあ、この選択がね後半戦生きてくれることをちょっと願いたいかなと思います。まあ、でそしてこの梅野投手の穴を埋める存在として期待されているのがこの4投手ですね。大西投手、坂本投手、星投手、大下投手ですね。まあ、特に大西投手の指標がかなり良くてですね、6月、まあ、9登板で 12.1 イニングで自責が3、防御率が 2.19、まあ、左率も2割1分7厘で、予祝率も 2.92、予祝 12.1 イニングで4個だけですね。まあ、5月はなんだかんだランナー出しまくりながらも、まあ、てか打たれてたんですけど、普通に出しまくりながら打たれてたんですけど、まあ、6月に関しては、まあ、かなり良かったですね。ちょっと被弾の多さだけがちょっと目立ちますけど、まあ、きちんとこの被打率、予祝っていうところでは、まあ、かなり良かったので、ワンチャンこの火消しとしては次、大西投手が出てくる可能性は十分あるんじゃないかなっていうところはあります。まあ、そして坂本投手もちょっと5月に比べたら多分登板機会は減っちゃってると思うんですけど、まあ、しっかり奪三振率も 9.95 と結構高めで、まあ、フォアボールはちょっと多いんですけど、6.1 イニングで3個なんで、まあ、貴重な左腕リリーフとして、まあ、今後も活躍が期待されます。まあ、そしてここに来て、星投手と大下投手が1軍に戻ってきて、しかも結構使える目処が立っているっていうのがめちゃくちゃ大きい。星投手に関しては 6.1 イニングで自責が1、左率も1割4分3人で、まあ、フォアボールが結構多い、あまりコントロールはそんなに良くないんですけど、まあ、左率がしっかり低くて、まあ、今のところウィップが 0.95、まあ、ウィップあんま関係ないんですけど、奪三振率も 11.37。 星投手の何がすごいって150キロ出るようになったんですよね。まあ、出るようになったっていうか、まあ、昔は出てたと思うんですけど、まあ、近年は出てなかった150キロがね最近出るようになって、まあ、最近なんか下から上がってくる投手、上がってくる投手150キロ出るようになってくるんですね。まあ、それこそ大西投手かもそうなんですけど、この星投手もしっかりこの2軍の投手コーチ陣に鍛えられて、まあ、1軍でもしっかり通用するようになった投手の一人です。まあ、そしてサイドスローに転向した大下投手もここまで3円登板で5イニング実績点が1、フォアボールをまだ1個も出してなくて、左率も1割1分8人ということで、指標も結構いいんですよね。まあ、この貴重なサイドスロー右腕ということで、まあ、これからどういう使い方するかわかんないですけど、まあ、ヤクルトのリリーフって基本的になんか本格派右ピッチャーってのがやっぱ多いイメージがあるんで、そんな中でちょっとまた毛色の違うこのサイドスローの大下投手が出てきたっていうのも、まあ、なかなか面白いんじゃないかなというふうに思います。まあ、そして最後に、6月のチーム別、まあ、投手成績ちょっと紹介していきたいかなと思います。まあ、6月そんなにピッチャー悪くなくてですね、まあ、それこそこの防御率が今の順位セリーグの順位上になってるんですけど、ヤクルト今月3位だったんですね、防御率が。3.74。そんな悪くないじゃないですか。まあ、左率こそセリーグ2位って結構打たれてるんですけど、このフォアボールの少なさ、まあ、そもそも今シーズンはかなりフォアボール自体が少なくて、まあ、初速はね、ちょっと他の動画でもちょっと詳しめに取り上げたいと思ってるんで、ここではちょっと詳しく語らないんですけど、まあ、左率はそこそこ高いものの、予祝が少ないということから、まあ、多分この防御率の低さに繋がってるんじゃないかなと思います。そしてこのクオリティスタート率、まあ、クオリティスタートもう一回説明すると、先発が6イニング以上投げて3失点以内に抑える。まあ、これをクオリティスタートというんですが、まあ、先発がこのクオリティスタートを達成した確率が 43.4% ということで、まあ、一応セリーグ4位なんですけど、まあ、言っても1位と最下位以外はほとんど 40% 台で拮抗してるんで、そんなに悪くなかったんですよね。まあ、ちょっと阪神の 74% と横浜の 27% がちょっと、まあ、いい意味と悪い意味で異常すぎるんですけど、まあ、この数字から見てもそんなに他球団と変わらないということから、まあ、なかなか今月は一応、まあ、最後の方崩れましたけど、まあ、先ほど紹介したように、まあ、2回の4連勝中はほとんどクオリティスタートできたということで、まあ、先発はそんなに、まあ、その最後のイメージは悪かったですけど、通してみるとそんなに悪かったということが、まあ、ここでもわかります。まあ、しかし、特筆してかなり多かったのが、非本塁打ですね。まあ、非本塁打2位が広島の22本ということで、まあ、かなり大差がついてしまっています。30本戦ヤクルトは。まあ、このヤクルトの月間非本塁打の推移からしても、かなりね、非本塁打が増えてしまっています。まあ、3、4月が28本で、5月が24本で、6月が30本。この非本塁打率で見ると分かりやすいと思うんですけど、まあ、だんだん上がっていて、なんか、6月に関しては 1.35。いや、1.35 だいぶ高いですよね。だいぶ高い。そもそも1ある時点で、ちょっと高いかなっていうぐらいなイメージはあるんですけど、1.35 だいぶ高い。まあ、この6月はピッチャーに関しては、このホームランの多さ、それこそ最後の巨人阪神の連敗時でも如実に現れたと思うんですけど、投手で言えば非本塁打の多さ、バッターで言えばこの得点圏での出なさ、まあ、それはちょっと先ほど紹介しましたが、まあ、この2つがね、やっぱ6月かなり印象が悪かったので、まあ、この7月以降、まあ、こういったところをしっかり改善してほしいなというふうに思います。ということでだいぶ長くなりましたが、振り返りの方以上となります。ちょっとこれからね、月間のデータ総括というのはちょっと力を入れてやっていきたいと思っていますので、まあ、ぜひこちらもまず、あ、お楽しみにしていただければなというふうに思います。まあ、こういったね いろいろデータを紹介する動画をね結構投稿してますので、ぜひまだチャンネル登録してない方はチャンネル登録、そしてこの動画良かったと思ったら高評価の方もよろしくお願いします。それでは今回の動画は以上となります。また次回の動画配信でお会いしましょう。では。